バウは1910年ドイツシュトットガルトで創業した自動車ボディ製造会社で1999年にアイボムオートモーティブ GMBH グループに買収されている。1930年代から BMW のカブリオレを製造しているタポルシェ、アウデオー州フォード、オペルなどとも提携しスペシャルモデルの製造をサポートする。取り外し式オープントップに関してはを持っており、 BMW3 シリーズ等をベースとしたユニークなトップカブリオモデルの製造でもその名を知られている。1971年タルガスタイルのルーフを持つ1600から2カブリオレの製造を開始。当初は BMW のディーラーで選べるオプションという扱いであったが、BMW 認定ということで、新車保証を受けことができた。なお、タルガの名称はポルシェが登録しており正式には、 使えないためトップカブリオという名称であった。生産台数は1600から02が1910台、2002カブリオレが200台、E11700 スポーツカブリオレが2597台。M1 も当初の開発元だった。ランボルギーニの作業の遅さから、BMW は後に生産を、バウアに委託している。バウアー TC1977 年、02。 シリーズの後を継いだ初代 E213 シリーズトップキャブリオ登場。バウアー TC2982 年に代名 E33 シリーズトップキャブリオ登場。1986年からはバウアーが開発し BMW で自生されたフルカブリオレも登場するがバウアー生産の TC も引き続きラインナップされ E30 末期まで継続された。このモデルは BMW ジャパンの手により、日本でも正規輸入、販売が行われていた。バウアー TC3987 年登場の、Z1 バウアー TC4990 年代の3代目 E363 シリーズには、BMW 自制による2ドアかぶりオレが存在していたが、バウアーからは4ドアドアフレーム付けのかぶりオレが入手できた。なお一連の TC シリーズは、 ノーマルの BMW をオーナーがバウアに持ち込み、後から改造することもできた。1973年から1979年にかけてオペルディプロマットをベースとしたビッター CD のボディを製造。1976年から1978年にかけてオペルカデット C エアロという名称でバウアトップ付きを製造。また興味深いことに、 ポルシェが1983年に登場させたスーパーカー959の生産も実はバウアが担当していた。組み立てラインではポルシェの検査員がボディの仕上げなどの確認を行っていた。その他ポルシェ社のスペシャルオーダー内装などはほとんどがバウアの手によって行われていた。さらにアウディスポーツクワトロのボディやロボット溶接によるアウディクワトロの専用サスペンション部品は バウアの製造であった。2002年のジュネーブモーターショーでは、バウア G カブリオ XL を発表。ありがとうございます。